オイリプスとスフィンクスは、フランス象徴主義の画家ギュスター・ブ・モローが1864年に制作した絵画である。油彩。主題は、ギリシア神話の英雄オイリプスが、スフィンクスの謎を解く有名なエピソードから取られており、モローの代表的傑作として知られている。1856年、敬愛するテオドール・シャセリオーの死に深い衝撃を受けた、モローは、 翌1857年から1859年にかけてイタリアを旅行してルネサンス期の巨匠たちに学び帰国後も研鑽を重ねて自身の芸術スタイルを一新させたその成果としてモローは本作品を制作しその年のサロンでセンセーショナル長段復帰を果たした現在はアメリカ合衆国ニューヨークのメトロポリタン美術館に所蔵されている父親である テーバイ王の殺害を宿命づけられたオイディプスは、生まれるとすぐに、北イロン山中に捨てられるが、牧府に拾われ、コリントスの王宮で王子として育てられた。後にオイディプスは、自分がコリントス王の実の子供ではないという噂に苦しみ、デルポイの信託に真実を尋ねた。ところが、デルポイの巫女は問いには答えずに、自分の父を殺し、母との間に子を産むという予言を返してきた。 神託の成就を恐れたオイディプスは、帰国を避け、偶然にも、定売を選んで向かった。そして、山中のアイロで出会った老人と道を譲るかどうかで、争いとなり、オイディプスはその老人を、本当の父親だと知らずに殺してしまう。その後、定売を苦しめるスフィンクスの有名な謎謎を解き、怪物を退治したオイディプスは、新たな王として迎えられ、 未亡人となったばかりの王妃と結婚する。オイディプスは人生の絶頂期であるまさにその時、自らの忌まわしき運命に直面しているとは知るよしもないのであった。ドミニク・アングルの初期の絵画、スフィンクスの謎を解くオイディプス。男性の裸体描写の研究成果を美術アカデミーに報告するために制作されたローマ留学時代の作品である。 本作品と同じ年に再びこの主題を取り上げている。ルーブル美術館所蔵。モローはスフィンクスと対峙して謎に挑むオイディプスを描いている。槍を持ったオイディプスは山中の岩場にコントラポストのポーズで立ち、対してスフィンクスはオイディプスに飛びかかって彼の胸に爪を立てている。両者は至近距離で向き合っており、オイディプスは怪物から身を逸らそうとしているが、 勇気を持って、それを見つめ返し、スフィンクスはオイディプスが答えるのを待っている。オイディプスの手には、槍と共に勝利を暗示する、月桂樹の葉が握られているが、彼の足元の崖下には犠牲になった者たちの遺体や、骨が横たわり、スフィンクスの残虐性が示されている。画面の両端には、ビチジクと月桂樹の低木が生えている。 また月景樹と重なる形で聖杯の乗った台座が立ち、その下方では蛇が絡みついており、髪型では一匹の蝶が待っている。勝利を象徴する月景樹に対して、左端の一軸は現在を象徴し、物質的な富の象徴としてスフィンクスの宝飾が描かれている。そして魂を象徴する蝶が死を表す蛇から脱出する様を描くことで、 月景樹と共鳴させ、オイディプスとスフィンクスを暗示的に表している。スフィンクスを凝視するオイディプスの頭部の修作。1860年頃、ギュスターブ・モロー美術館所蔵。1861年頃の水彩画による修作。この修作は、サロン出展の3年前に本作品の構想が完成していたことを示している。ギュスターブ・モロー美術館所蔵。 モローは本作品の制作にあたって30以上の準備素描を行っており、そのうちの10はスフィンクスの翼を描くための大きな鳥の翼の研究である。西洋絵画におけるスフィンクスの謎を解くオイディプスは当時まだ健在であった新古典主義の巨匠ドミニク・アングルが1808年に取り上げた新しい主題である。アングルの絵画はローマ留学時代の作品で、 画家の名声が高まった1827年に再び手を加えてサロンに出品し、1829年にオルレアンコー・フェルディナン・フィリップによって購入されている。この作品をモローが知っていたことは、彼の蔵書の本の一冊にアングルの絵画の小さなスケッチが描かれていることから確認できる。同じ主題を選んだモローは、アングルの模倣とならないために、 構図の遂行を重ねている。例えば1860年の年期を持つ初期の素描ではオイディプスは画面左に立っているが、その姿はスフィンクスに対して背中を向けており、対するスフィンクスは勝ち誇っている。また、同時期の別の素描ではオイディプスは干渉者に対して背中を向けて座り、スフィンクスと向き合いながら謎について考えを巡らせている。こうした 全く異なる構図に、モロウの苦心が伺われるが、その翌年には本作品の構想はほとんど、完成していた。着想源としてはいくつかの候補が指摘されており、スウェーデンの美術師や、ラグナル・フォン・ホルテンは、スフィンクスの姿勢を、ハインリッヒ・ハイネの歌の本の詩に由来すると考えた。また、美術師か、アンディ・ドーラは、スフィンクスとオイディプスのポーズはギリシア語のスフィンクスの、 語源である、締め付ける、しがみつくなどの意味を持つ動詞に由来すると考えた。最も可能性が高いものとして、古代のカメオを挙げることができる。ギュスターブ・モロー美術館には人間を襲うスフィンクスの姿を彫り込んだ古代のカメオの模写が残されており、モローはそこから本作品の独特の構図を生み出したらしい。アングルの影響も見出せる。 どちらのオイディプスも共に槍を携えており、スフィンクスと遭遇した場所も、山間の狭い場所であり、スフィンクスとオイディプスは向かい合って、視線を交差させている。またどちらも犠牲者の遺体や遺骨を描いている。しかし犠牲者の描写は、モロウの絵画ではより極端に描かれている。崖の岩をつかむ手はまるで犠牲者の最後の喘ぎを描いているかのようである。 またアングルのオイディプスが怪物との遭遇の場面を支配しているのに対し、モローの絵画ではむしろスフィンクスの方が激しく、オイディプスに飛びかかっており、アングルのオイディプスの体が自然主義的な筋肉を示しているのに対し、モローのオイディプスは19世紀後半のヨーロッパの絵画や彫刻によく見られる、痩せた理想的な体型で描かれている。モローはまた、 イタリア旅行によって得たルネサンス芸術の研究成果を作品に盛り込むことも忘れなかった。本作品の厳格な様式は、マントバで活躍したアンドレア・マンテーニャの聖セ,セバスティアヌスの影響が色濃く現れているが、ラファエロ・サンチオのシペルジーノの作品、アポロンとマルジュアス・ビット・ーレカル・パッチョの絵画、聖ギョル・ギウス・トリュートの関連性も指摘されている。とりわけ、ペルージーノの アポロンとマルシュアスは、アポロンのポーズが、オイディプスのそれと一致する点が注目される。モローが、アングルや初期ルネサンスの絵画に影響を受けつつも、描き出した神話マト場面は、飛びかかるスフィンクスとオイディプスが、至近距離で行視する、独創的なイメージとして結実した。そしてそれは、男性と女性のドラマを強く印象づけるものとなった。後にモローは、 絵画の主題について説明した中で、スフィンクスが生に対する謎そのものであり、人間の高潔な魂と物質的な獣の野蛮さとの戦いであることを強調している。画家が想定するのは永遠の謎に直面し、生における重大で厳粛な時に到達した人間である。この謎はその恐ろしい爪で彼を抑え込み締め付ける。しかし、この力に満ちた旅人は、 誇り高く冷静に恐れることなくこの謎を見つめる。この謎は物質のように癒しく魅力的な女性の顔が表すごとく物質のように古悪的な地上の気まイらであり理想を示すような翼を持っているもの。引き裂いて殺してしまう肉食獣としての怪物の体をしている。しかし強く堅固な魂は怪物の野蛮さに逆らう。 人間は強くて残忍な物質的な一撃に逆らう。理想に目を止めた、彼は足元で彼女を踏みにじった後、自信を持って目標に向かって進む。アンドレア・マンテーニャの1480年頃の絵画、聖セ,セバスティアヌス。ルーブル美術館所蔵。本作品が産業偶で開催されたサロンで展示されると、たちまち評判となり、様々な批評家や作家。 芸術家から賞賛と批判を受け、長期にわたって論じられた。日刊誌、ラプレッセは、ナポレオン・ジョゼフ・シャルル・ポール・ボナパルトが5月8日に、早々と本作品を購入したことを、その翌日に報じた。また6月8日の、ジュルナル・ド・ロアレ紙は、産業宮の中心に、雷鳴のごとき拍手が響き渡ったと報じた。さらに、オノレド・ミエ、シャム、 アルフレッド・グレバンによって風刺画が描かれた。美術評論家、シャルル・クレマンは5月12日のジュルガルデー・テバシ上でスフィンクスの体を構成の最高の部分と呼んだ。オイリプスについては体は少し痩せているがエレガントであることを指摘しつつ、肘と膝がひどく引き寄せられ、足が変形しているように見えると述べた。しかし、外して絵画の効果は良好であり、 画家に敬意を表すると締めくくった。ペルジーノの1490年頃の絵画、アポロンとマルシアス。アポロンのポーズに影響を受けたことが指摘されている。ルーブル美術館所蔵。ビットオレカルパッチョの1502年の絵画、セイギョルギウスとリュウのモローによる模写。マキシムデュカンは、スフィンクスのポーズがこの絵画のドラゴンに影響を受けていると指摘している。 ギュスターブ・モロー美術館所蔵。本作品が受けた最も重要な批判は、本作品が初期ルネサンス界が、とりわけアンドレ・マンテーニャにあまりにも強く影響されているということであった。美術評論家ポールド・サンビクトールはマンテーニャの影響を指摘し、モローはそこから抜け出さなければならないと述べた。小説家、ジュール・クラレティも、やはり週刊誌、ラーアーティストで、 マンテーニャの影響を指摘したが、同時にレオナルド・ダ・ヴィンチのように指摘であるとも評した。アングルの絵画とも比較された。ある批評家は1864年5月6日のチャリティ年間キリスト教経済誌で、モローはエジプト風のスフィンクスではなく、女性とハゲワシの姿を半分ずつ持ったギリシア風のスフィンクスを表現していると述べ、アングルが 現代のオイディプスを提示したのに対して、モローは古典的なオイディプスをよりよく理解していると指摘した。作家マキシム・デュカンも内容と制作の両方を称賛し、モローの解釈はアングルよりも精神的であるとした。美術評論家テオフィル・コーティエは翌年7月8日のル・モニトゥール・ユニベルセル市場で、モローがオイディプス神話に新しい解釈を与えており、スフィンクスを 現代のクルチザンヌに、オイディプスをハムレットの類型になぞらえている都市、アカデミックと決別した古典主義芸術の劇的な成功について述べている。美術史家、エルネスト・シェノーは1868年のレネーションズ、リーバリズ・ダンラルで、構成の各要素が考え抜かれ、そして完全に実現されているため、理想的な作品と呼び、サロンで最高の絵画の一つであると述べた。 本作品に対する反応を象徴するものの一つに、シャムの風刺画がある。シャムは、クールベ氏の眠りを妨げるギュスターブ・モロー氏のスフィンクス、と題したカリカチュアで、眠りについている、写実主義の画家ギュスターブ・クールベを起こそうとする、スフィンクスに扮した、モローの姿を描いている。クールベは1851年のスキャンダル以降も、田舎の人々や労働あるいは、ラフの生々しさや、 やひさをびっかすることなく描き続けており、人々はそんなクールベに対する古典主義芸術の反撃を本作品に見たのであった。当然のことながら、クールベの熱心な擁護者として知られるジュール・アントワーのカスタニャリは批判的であった。彼は本作品の文学的な性質を非難してディテールを酷評し、イタリアルネサンスのパスティーシュと呼んだ。 本作品はまた象徴主義の画家オディロン・ルドンに強い影響を与えることとなった。当時24歳の若さで本作品を目にしたルドンは後年ホルスタイン夫人に宛てた手紙の中でその時の感動を語っている。当時自然主義のただ中にあってこの作品はなんと私を揺さぶったことだろう。その最初の印象は長く私の印象に留まっていた。おそらく あの作品は、文学者にもよく見られる全く暗示的な性格ゆえに、モローのものにも近い、ある一筋の道を探求してゆく気力を与えるような、作用を私に及ぼしたのだ。サロンに出展された、オイディプスとフィンクスは、ナポレオン・ジョゼフ・シャルル・ポール・ボナパルトの目に留まり、すぐさま8000フランで購入された。ナポレオンは1867年のパリ。 万国博覧会に本作品の出品を求められたが、拒否し、さらにその翌年、オイディプスとフィンクスを、画商ポール・デュランイコール・リエルに1万4000フランで、売却した。売りに出された絵画を1万5000フランで購入したのは、ローマのアメリカ人コレクター、ウィリアムス・ヘンリー・ヘリマンであり、彼は絵画を、翌年の1月18日から、ローマのスペイン広場93に飾った。 ヘリマンの死後、1920年にメトロポリタン美術館に移動された。後年、モローは、オイディプスとスフィンクスの主題に回帰し、いくつかの作品を制作している。1878年のパリ万国博覧会に出品した、謎を解かれた、スフィンクスではオイディプスに謎を解かれて、谷底に落下するスフィンクスを描いている。1886年の水彩画、 スフィンクスは1860年に構想した素描を左右反転して描いたものである。ありがとうございます。